板付きですか。どっちでも、どっちでもいいっす。自分から言っといて。呪縛中。あるのよ。じゃあもういいんじゃない、いてじゃあ。いきますか。もういてさ。はい。じゃあ皆さん、じゃあ俺がこう、僕がここから、ここから、よいスタートで、はい、皆さんこんにちはって言って、はい、今日は、呪縛のゲスト、遠藤屋です。みたいな。はい、いいよ。OK です。いいですか、はい。じゃあいきますよ。よーい、スタート。皆さんこんにちは。こんにちは。今回の呪縛のゲストは、遠藤優です。よろしくお願いします。簡単ですね。遠藤優です。遠藤優です。遠藤優です。よろしくお願いします。簡単です。よろしくお願いします。いや、やっぱちょっと普段からお世話になってる先輩2人のあのね、呪縛なんで。やめてやめて。緊張しちゃいます。もう役者としてはもう大先輩だから。いやいやいや。確かに。いや、そこはやっぱ年功序列で。いや。だったら始めた順だよね。いやいや。遠藤優也ね。遠藤優也。遠藤優也。はい。あの、僕、俺は、あのデビュー映画の「ハーケン・クロイツ」っていうのがあって、いましたね、本当俺は1819ぐらい で、はい、で初めてもう芝居もしますみたいな時に現場が、そうでしたね、一緒だったの、はい、だ当時自分も本当まだ16とかで、そう、和真くんもまだ未成年で、うん、実はその時が初めましてなんですよ。その時はさ、ちゃんとした会話はあったの？その役としてのじゃなくて、あのこう役以外のところで、ああみたいな。でも現場で俺すごい覚えてるのは、すげえどっちが腹筋できるかみたいのをそんなことしましたね。そう、ゆうやと俺と、あの、しゅん、小栗しゅん、小栗さん、はい、となんかね、逆立ち大会もしてたし、覚えてない。覚えてますね。ゆうやはだから すっげえ負けず嫌いだった、その時。めっちゃしてたもん。めっちゃしてたよ。こいつやべえなと思ったから。うざい。いや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 、あの時みんな尖ってたから、まあ、あの時と、あの時よくよくある、ね、まあ、若いですから、ね、うん、16? 僕は16でした。ゆうや金髪で、すごいサラサラヘアで、そうでしたね、ツルとしてましたよね、顔も。する今でもしてんじゃないの？してないですよ。もう34の年ですよ、さすがに。はい。留学中。俺とは何だったんだっけ？何が最初だっけ？あの、共演させていただいたのは「永遠のゼロ」っていう映画ですね。はい、そっかそっか。オーディション、永遠のゼロのオーディションが一緒だった。あ、そうだそうだ、あ、オーディション一緒だったんだ。はい、そうだ。え、その時はもうすでにオーディションの時は知ってた？友達？いや、友達じゃない。はい、でもなんか、まあ、俺は一方的に知ってた。いや、僕ももちろん、あの、知ってました。一方的に知ってて、で、オーディションでブラーッと掴み合って、いきなりそのパターン始めましたね。そう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 。それちょっと熱いシーンだったんですよ。でも、もう安倍さん胸から掴まれて、いや、もうこれ戦争映画ちゃうやん、任侠やん。違うじゃん。すげえ怖かったっす。マジで。おい。でさ、なんかお互い受かって、その訓練、軍事訓練みたいなところであって、はい、で僕ご挨拶させていただいて、あのオーディション、あ、じゃあお互いが受かったの？そう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 。それ一番いいパターンだよね。そう、一番あいついないってなったりするよね。ありますよね。はい、だからその時、そうですね、そうだね、そこからか、ね、そこから始まって。でも永遠のゼロの中では、あの、会ってないよね。そうですね、絡みはなかった。そうそうそう、現場の中では絡んでなくて、だオーディションと訓練だけ一緒になってた。はい、でその後なんかいろんなところで出会いがあって、で結果最終的に、最終的にっていうわけじゃないけどね、うん、ハイアンドローでがっつり、うん、またやることになって、はい、って感じかな。え、じゃあ2人はそのハーケンクロイツだけ？いや、共演は、ね、あの100万円の、そう、100万円の女、女たち、女たちと、あとワウワウ、あ、そうだ、テニスの休憩、テニスの休憩だ、本野監督の。そう、あれは俺が冤罪で、自殺しちゃうかなんかの役で、はい、で、あれだよね。で、僕はそうですね、あの、実行犯で、だよね、はい、だいぶ一番悪いやつだよね。一番、まあ、一番悪いのは、あ、そうだね、そうだね、はい、あの、また他にいて、まあ、一番実行犯だった。で、和真くんは冤罪で、そう追い詰められちゃったみたいな。いわゆる、もう、でも、いわゆる純悪俳優だね、それはね、もう悪役。あ、そうですね。まあ、そうね。そうですね。ゆうやも悪いの増えたよね。増えましたね、ね、本当に昔。だから俺のイメージは、はい、ゆうやはイケメン部類だったもん。
あ、本当ですか、うん、そうだね、俺のイメージもそうだ、ね、うん、なんかあのイケメングループに入ってて D-Boys ですね今もありますからね、D-Boys はい、我が渡辺エンターテインメントのそう、はい、ね、はい、D-Boys っていうね、あのイケメングループに入ってて、はい、あ、イケメンのね、役やっていいなってずっと思ってた。羨ましかった羨ましかった、羨ましくないわかんない、もう別世界。でもカズはさ、なんか重役って言ってもさ、イケメンの部類にも入るじゃん。何、そこになんか、そうです、そこになんか思いがあるの。いや、なんもないけど、なんもないけど、思いがあるとすればいいなっていうだけ。いいなっていう、羨ましいな、うん、羨ましいなって、そう、だってできないもん、あの純粋なイケメンの役はね、うん、今までやっぱないですか、そういう過去に。ない、ちょっと恋愛地味だというか、すぐ今ないっす早かったっす、ない、ちょっとない、ちょっとない、ない、早かった。でもね、ちょこっとあるよ、そのあの彼女がいたとか、はい、なんか奥さんがいたとかはある、うん、でもなんかその歩いてるだけでキャーみたいな役はないまあ逆に怖いけどねそうなったら世の中、だから俺がかっこいいのがあるとすればなんか一生懸命やってるとか、うん、誰かを助けてるとか、そういう内面的なかっこいい役ってのはあるけど、もう見た目で、あ、かっこいい役、はいってのはない。あ、うん、でもやっぱどっちがいいって言ったら、うん、僕は前者の方がかっこいいと思いますよ、うん、そのやっぱ中身、内面がかっこいいっていう男の方が、あ、うん、あ、まあ、だけど、まあ役者ってちょっとこうさ、モテたいから始めたとかさ、なんでもそういうの多いじゃん、うん、はい、ってなるとやっぱりさ、まずモテたいですみたいな、キャッキャ言われたですみたいなのもあるじゃん。でもこうやってやっていくと、はい、まあ本当それがね、その内容がどんどん詰まってくると、まあそういう考えになるし、はい、そういう、それでも違うって人はやめていくし、はい、そうですね、分かりやすいよね、様々ですもんね、やっぱり。でね、でもだから今となったら結構悪い役も多いしね。そうですね、本当にここ近年、うん、でも僕10代の時はそれこそテニスの王子様のミュージカルだとか、うん、そうだね、キラキラ系とか、キラキラ系、まさにいわゆる龍馬、龍馬です、龍馬、はい、やってた、この顔でやってたんですけど、ごめん俺知らないんだ。いや知らないでしょ、知らない、それがすごい知ってる越前越前龍馬です、越前だよね、はい、そうそうそう、それの主役だから、その目、そのあ、え、テニスの王子様主役だったってこと。やってたんですよ、ミュージカル。そうだよ、でマジで、だ要は兄の兄をやっていく代でやっていくみたいなことだよねそうです、あ、何ゆうやが主役だったんだ。そうなんですよ、そういう時期あったんですよ。テニミューの、だしかも始まり最初の方でしょ。最初の方です。それの初代でしょ。初代、初代、そうですね、厳密に言うと 1.5 というか、うん、まあ、まあ、いろいろ歴史があるんですけどいろいろそこにもあるわけね、はい、うん、そうなんですよね。だから10代の時はそうだったんですけどね。そうなんだ、はい、だからすごい、すごい、それを知らないのよ。知らない、うん、まあそうですね、なんかゆうやがそれこそテニスの王子様やってたってのは知ってる。やっぱもう仲良くなってからいろんな話してるから、うん、はい、でもその主役だったってのは知らなかった、うん、なんか僕こんな役でしたっていう役名とか聞いてもさ、分かんないから、テニスの王子様自体の、そうそう、原作知らないから。だからほんとキャーキャー言われたいって言ってた、うんうん、ど真ん中にいたやべえじゃん、人よ、やべえじゃん、実はもう大先輩よ。いやいや、あんたが目指すところよ。いやいや、あのいいなとは思ったけど、目指してはない目指してはないのよ、そこは、ね、そこは目指してはない。目指されてもちょっと困っちゃいますおいおい、安倍どこ行ったってやるぞテニスの王子様になりたいです。カズマ君に多分電話するっすもん安倍さん最近大丈夫っすか、何だったっすか。あ、ちょっとダメだな急に電話かかってやるその電話じゃねえの今、オファーかもしれないよやべえなじゃあ、はい、まあ、今回こうやって、はい、まあ、付き合いも長いし、はい、まあ、もちろん純悪やるって言ったらちょっと力貸してほしいなと思ってたんで、まあ、何かしら、まあ、これだけに終わらず、うん、あの、まあ、ちょっとやってみようっていうことで、はい、なんかやってみましょう、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。よいし、純悪やってみたの。何飛行機とか飛行機とか